はい、では湯がいていきたいと思います。いいですね。おお、はい、入れました。やっぱそば入れたら濁りますね。いいですね。やっぱポロポロに消えてまうのはあれ、ちょっと時間置きすぎたからかな。いや違います、それもあると思いますけど、うん、もう練れてないっていうだけです。これ麺になってねえじゃん。カズさん、え、麺になってねえじゃん。そうなんだ。じゃ切ったとこまで置くと、俺あのパラパラほぐすときにほぐしすぎたかなと思ったんや。多分置いたいうのもあるんだと思う。そうやろ、置いたのがやっぱでかいわ。あと棒で混ぜんといけんすね。多分もうええと思うよ。棒で混ぜる。はい、え、あ、箸で。あ、もうこれだ、もう終わり。え、もう終わり。ええと思うす。え、もう湯がき終わったってこと。うん。いや、まだ早いでしょ。いいっす、いいっす、大丈夫っす。あげてみてください。あ、もうちょっとね、でけえのもあるんか。うん、いくらなんだよ、まだ。母さん。はいよ。最初僕とバトルするよう出すよね、そば。バトル、どっちがうまくできるか。ああ。言ってましたよね。うん。言ってた言ってた。どうしました。いや、もう負けました。負けですか、勝ちですか、どうですか。いや、まだそれは食べてみな、わからないやん。かなりもうお腹いっぱいなんだけどな。俺もパンパン。網を用意してと。そうですね。これにまたあのこの京平ちゃんの残ったそばがきをまた入れる予定やからな。お湯も大事に。美味しいですからね。もうええと思いますよ、これ。ほんまに。もうそうだね、あんま柔らかすぎてもな。柔らかすぎてもいけんのんで。それで一気に水で洗ってください。いや、熱いよ、熱い。今ほら、ほら、手袋がもうほら焦げてる。今ビデオ消して消しますね。玉、はい、玉入れといて。